誰じゃ。私は女神リーゼリアル。この城や町を管理しているのはあなたね。少し違うが、おおむね間違ってはいないの。それで女神なんぞがわしに何用じゃ。簡単な話よ。この無法地帯になっている宇宙魔界の治安をしっかりと管理してほしいの。城下町で横行している未知の品物の売買や周囲の空間に渦巻く遺跡の処理をしてもらいたいだけ。いきなり何を言うかと思えば、貴様のような小っ端がざれ言を抜かしてない。戦うつもりはないの。私は話をしに来ただけよ。それが城門を無理やり破壊し城内を強行突破してきた者が言うセリフか。貴様のせいで1億ギャラもする美術品が壊れ、宇宙魔界創世記時代の貴重な歴史資料が灰になったのじゃ。貴様が歩いただけで被害総額100億ギャラは超えとる。だってしょうがないでしょ。通してくれないし、私の邪魔するから。ふざけおって、ここを貴様の墓場にしてくれるわ。そのセリフ、かっこ悪い。黙れ！その余裕がいつまでも続くと思うな！さーてと、一気に倒しちゃうからね。やあ、突きあり！どんどん行くわよ。やあ、これが舞い踊る剣技よ。てやあ、女神の舞、見せてあげる。余裕じゃ。ああ、余裕じゃ。女神の剣舞を星の歌に捧げる。すべての銀河に届け、超新星の歌声、バニシングノヴァ！ちょっと待って、タンマ！待つわけないでしょ。あんたはここで。違う、これじゃダメなのよ。力づくじゃなくて、ちゃんと現状を把握していろいろ調査してから決断しないと。よし、頑張れ。私もう一度聞くけど、あなたがこの宇宙魔界を管理しているのよね。管理っていうか、見守ってるだけっていう感じ。どっちでもいいけど、とにかくこの現状を改善するの。わかった？いや、簡単に言うけど、毎日いろいろと流れてくるし、逆にいろいろ流れていっちゃうし、管理するのって大変なんだよね。最近は漂流物の規模も大きくなったし、流れてくる頻度も高くなったし。ふざけた口調で、あんた私をバカにしてるの？いや、決してそんなことは。もともとこっちがわしの口調っていうか、ふざけてはいないぞ。そもそもなんでここに遺跡とかが流れてくるの？それもあんなに大量に。宇宙戦艦に人間界の建物、魔界まで。何が原因でこんなことに。まあなんだ、漂流物が流れてくるのは仕方ないとして、あんまり近づけないようにすることはできるぞ。そうなの？どんな方法で？わしには息子がいてな。その息子が大魔玉というものになれば、宇宙魔界へ漂流物を近づけずに済む。大魔玉？それで、あなたの息子は今どこにいるの？息子は大魔玉になることを拒んでな、今城の地下に幽閉されておる。
城の地下ね。ありがとう。わしに背を見せるとまだまだ怖っぱよ。ちょっとおとなしくしててよね。あ、ちょっと待っ、少し力を使いすぎたかも。でも野放しにしておくには強い力だし、しょうがないよね。あ、決め台詞忘れちゃった。今言えばいいよね。女神リーゼリアル、ここに降臨。誰もいないじゃない。逃げたのかしら。ちょうどいい機会だし、漂流物が流れてくる原因を調査しながら魔王の息子も探すかな。あ、本部から。なんだろう。はい、女神リーゼリアルです。どうかしましたか。リーゼリアルよ、そこで何をしているのですか。え、大女神様。どうして大女神様が。あなたの様子がおかしかったから少し不安になりましてね。体調はいいのですか。そんな、私はすごい元気ですよ。全然問題ありません。まだ先日の事件を気にしているなら、もう忘れることです。そんな簡単に忘れられません。あなたは少し休んだ方がいいわ。すぐに戻っていらっしゃい。いえ、私はここで調査したいことがあるんです。何かしていた方が落ち着きますし、だからまだ帰りません。失礼します。待ちなさい、リーズ。よし、心配かけないためにも早速調査しないとね。私のいいところは元気があるところよ。負けるな、私。第1話、女神リーゼリアル。おい、なんで俺様が魔王の息子を探さなきゃいけないんだ。私に協力してくれたら本部に通報しないであげるから、いい交換条件でしょ。調子に乗っていられると思うなよ。いずれ俺様は暗黒勇者としてこの宇宙魔界を征服する男だ。征服した暁にはあの凶暴な女神を真っ先に倒してやる。その後は毎日トイレ掃除をさせてやる。あんたなんかに負けるわけないでしょ。いいから早く調査してきて。なぜ俺様の考えていることが。まさかテレパシーか。全部喋ってるのよ。ブツブツと不穏なことを喋ってるから私に取り押さえられたんでしょ。何のことだ。ふん、まあいい、今は貴様に従ってやる。だが勘違いするな、俺様はあくまでも。あんたは向こうね、私はこっち。調査が終わったら広場に戻ってきてね。こら、人の話を最後まで聞け。あ、ちょ、待て、おい、俺様を無視するな。ここは頭にくるな。もう随分と不機嫌だな。何かあったのか。どこ行っても変わった服装だの、変な髪型だの、調査なんてほとんど進まないじゃない。
それは仕方ないだろう。実際周囲からは浮いているしな。そんなことは分かってるわよ。で、あんたの方は何か分かったの？息子は大魔王カナタというらしい。城から外に出ることは滅多になく、そいつを見たことがある者は皆無らしい。私の方も大したことは分からなかったわ。大魔玉というのは空の漂流物が落ちてくるのを防ぐ役割があることぐらいね。さ、調査には協力しただろう。俺様は好きにさせてもらうぞ。そう、じゃあ本部に通報するからね。ま、待てが仕方ない、いいだろう。もう少し調査に付き合ってやる。それじゃ、次の場所に行くわよ。また二手に分かれるわよ。魔王の息子を見ていないか聞いてきてね。いちいち指図をするな。俺様は行きたい方向へ行く。まったく、ひねくれた性格してるんだから。さてと、私も調査しないとね。今まで言われた相手をぶっ倒せばいいだけだったけど、調査って大変なんだな。お腹すいた、喉渇いたよ。マグマ緑茶って飲めるのかしら。あれもそれも見たことない食べ物だし、はあ、早く宇宙船に戻って休みたいな。とりあえず広場に戻ろう。あれ、広場ってどっちだっけ。あっちだっけ。いや、こっちだったよな。まったくもう、なんなのここは。変なものばっかりだし最悪。変わった緑だな。お前どこから来たんだ。漂流してきた迷子か。あ、ちょうどよかった。広場に行きたいんですけど、どっちかわかります？ああ、広場は向こうだ。ありがとうございます。意外とまともな人もいるのね。すんなり道も教えてくれたし。おかしいな、全然広場が見えてこないじゃない。遅いぞ女神、いつまで待たせる気だ。悪かったわね。はあ、疲れた。何か有力な情報は見つかったのか。全然ダメね、いい情報はなしよ。俺様は有力な情報を入手したぞ。え？どんな情報？飲むだけで魔力が100億倍になる伝説の薬があるらしい。それさえあれば宇宙魔界の支配もたやすい。はあ、次の場所に行くわよ。魔力が100億倍になれば女神を恐れることもない。俺様は無敵だ。バカみたい。ぶっ飛んでるシャーニースター、弾ける光、頑張ってるロリスト。あんまり進展ないな。はあ、どうしよう。一日で調査が終わることなどないだろう。なんでこれだけ聞いて回ってるのに有力な情報がないのかな。魔王の息子を見たって情報もないし、
漂流物がなんでここに集まってくるのかもわからないし。あ、もう。おい女神、思ったんだが、漂流物のことに関しては城の中で情報集めした方が早いんじゃないか。一応城なわけだし、書物ぐらい置いてあるだろう。確かにそうね、お城の方が有力な情報がありそう。な、何今の音。あれが原因みたいだな。空の漂流物が落ちてきたみたいね。危ない、もう少しで城下町の落ちるところだったじゃない。あんなものが落ちてきたらひとたまりもないな。ねえ、あれも落ちてきそうじゃない。そうだな、このままだと町へ落ちるかもな。女神よ、あれを破壊してこい。今の私じゃ無理よ、心力が回復していればあんなの一撃で吹き飛ばせるのに。体調が良ければ一撃で。どこまでやれるかわからないけど、あの漂流物に乗り込んで内側から破壊してみましょう。何？そんなことしたら俺様たちまで巻き込まれるかもしれないだろう。このまま城下町に落ちるよりかはマシよ。ああマジですか。薄暗い場所ね、いかにも何かありそうじゃない。そうだな、いろいろ情報がありそうだ。すいません、誰かいませんか。誰もいない。こっちももぬけの殻だな、誰かが生活している気配もない。使われていない場所なのかしらね。だが新しい足跡やゴミはある。おそらく決まった日時に集会でも開いているんじゃないか。そう、なら今はここにいてもしょうがないわね。巨大なものがすぐ真上にあるとは信じられんな。どこかの魔界の書物みたいね。内容はわからないわね。あなた読める？読めるわけないだろ、俺様は暗黒勇者になりたてほやほやの普通の人間だ。役に立たないな。なんだとこの極悪女神が。俺様を脅してこき使っておきながら、なんだその言い草は。せめて戦闘にぐらい役に立ってよね。敵か。いいだろう、この俺様の華麗な攻撃を見て驚愕するといい。ちょっと待って、何か聞こえる。これが重力の歪みか。意外と綺麗だな。これを壊せば宇宙魔界には影響されなくなり、この漂流物はどこかへ流れていきます。よし、じゃあ壊すぞ。そこで何してるの。お前は城下町にいた変なやつ。どこ行っても変なやつ、変なやつって。頭に耳を生やしているあんたに言われたくないわよ。好きで生やしてるわけじゃない。それにお前だって変な髪の毛を生やしているだろう。私の羽ついてるのどこが変だって言うの。それにあんた、広場の場所って逆方向じゃない。人を騙すなんて最低よ。わざとじゃない、間違えたんだ。カナタ様、
お知り合いですか？カナタ様？あんたもしかして大魔王カナタ？その通りだ。今は訳あって犬魔王だけどな。まさかこんな場所で会うとはな。手間が省けてよかったじゃないか。そうね。私は女神リーゼリアル。あなたにお願いがあるの。今すぐお城に戻って大魔玉になってほしいの。そしてこの空間を安定させて。断る。俺は冒険がしたいんだ。大魔玉にはならない。その大魔玉になるのが貴様の使命だろ。つべこべ言わずに素直に従え。なんだお前は偉そうに。頭に中途半端な寝癖をつけてかっこ悪いやつだ。これは寝癖じゃない。あえてこうやっているんだ。でしたらなおさらセンス悪いです。黙れ。これは俺のテンションだ。軽々しく侮辱するな。いいか、よく覚えておけ。俺様は暗黒勇者ルキウスだ。いずれこの魔界を支配する男の名だ。寝癖頭になど無理だ。やめておけ。貴様、一度ならず二度までも許さん。あなたは黙ってて、私が話すから。お前の頼みを聞くつもりはない。さっさと帰る。そういうわけにはいかないの。私は宇宙の治安を守る女神としてこの無法地帯を正常に戻すのよ。今の状態がここの正常だと思いますが。暗黒勇者とつるむとは、この暗黒女神め！なんですって？こんなのとつるむわけないでしょ。ただの手下よ、手下。手下という言い方がもう正義の味方のものではありませんね。うるさい。あんたが大魔玉とか言うのになれば何もかも丸く収まるのよ。こんな歪んだ空間見たことないわよ。私は散らかっているのを見るのが嫌いなの。お前の好き嫌いなど知らん。女神のくせに細かいことを気にするな。私が嫌いなものは全て悪よ。なんてわがままなんだ。やはりお前は暗黒女神だ。さすがの俺様もそんな考え方はできないな。言う通りにしないならぶっ倒すまでよ。それなりに楽しめそうね。だっもういっちょ。逃げた。行きます。見なさい、表姉妹。みんな気を引き締めてね。わかっている。いた。切る。いた。どんどん行くわよ。いた。くらえ。いた。行け。いた。行け。いた。いた。消えろ。いた。暗黒マジック。いた。行くぞ。いた。だ。いた。いた。弱い。やるじゃない。燃えなさい。見なさい、表姉妹。心力が減っていなければ簡単に勝てるのに。やはり冒険にはこういうバトルがつきものだな。楽しくて心が躍るぞ。カナタ様、そろそろ重力場を壊してここから抜け出しましょう。
それもそうだな。うかうかしていたら漂流物が落下してしまう。これでこの漂流物はどこか別の場所へ流れていきます。すぐにここから脱出しますよ。うん、そうしよう。おい、どうするんだ女神、あいつらが逃げるぞ。待って、あなたが宇宙魔界を安定させなかったら城下町に住む人はどうなるの？漂流物が落ちてこないように大魔局が必要なんでしょ？俺は別の方法を探す。先祖代々大魔局になるのが使命というが、そんなものは考えることを諦めた奴がすることだ。それに俺は城下町や宇宙魔界のことをちゃんと知らなければならない。何を守るかもわからず、使命だからという理由だけで大魔玉になったりなどしない。カナダ様、そのようなことを考えて。何より俺は冒険がしたいんだ。それが一番の理由ですか。まあカナダ様らしくていいですけど。お前は何のためにこの宇宙魔界を安定させたいんだ？何のためって、私は女神でたまたまここを見つけたから。ならばお前の夢は何だ？夢？夢なんて。目的も夢も持たないものに平和など作れはちなって。つまき噛んでしまった。せっかくかっこいいセリフでしたのに、最後の最後で台無しです。さあもう行きましょう。女神、俺様たちも脱出しないとやばいぞ。分かってるわよ。ランクアップおめでとうございます。漂流物の処理、探索の仕方、どれをとっても素晴らしいです。今後は漂流物のより深い場所を探索できますよ。これから頑張ってくださいね。漂流物からの脱出おめでとうございます。これはモカからのプレゼントですよ。漂流しないように注意してくださいね。どうやらあの重力場というのを壊すと漂流物はどこかへ流れていくらしいな。どうかしたのか？私、なんで平和にしたいって思うんだろう。はあ？知るかそんなもん。女神だから、いろいろな場所の治安を守って平和にすることが当たり前だと思ってた。魔王に何のためって聞かれて、私はよくわからなかった。無法地帯になっているのを見て、ただその場所を平和にしなくちゃって思って。何のためにやっているんだろう。そもそも私、夢とかってないかも。あなたは夢とかあるの？夢？あるに決まっているだろう。俺様の夢は宇宙魔界の支配だ。なんだその反応は。俺様が熱き夢を語ったというのに。おい、聞いているのか女神。女神じゃなくてリゼリアって呼んで。私の知り合いはみんなそう呼ぶから。明日から調査の続きよろしくね、ルキウス。俺様はいつまで協力しなければいけないんだ。調査が終わるまでよ。
宇宙の果てにある牢獄に入れられるのと私に協力するの、どっちがいい？そもそも俺様の計画はまだ未遂のはずだぞ。ふーん、じゃあ本部に問い合わせて余罪がないか調べてもいいのね。仕方ない、協力してやろう。そうそう、素直にそう言えばいいのよ。己、いつかこの屈辱を。目的と夢か、私に見つけられるのかな。